ちゃこんにちは。はい、どうも。はい、豊さん、はい、2戦目、第2戦目もまた熱い試合になりましたが、熱い試合になったな、はい、なったのと、やっぱり昨日の勝ち方を考えるとさ、もうオリックスがもう有利かなという、うん、でヤクルトはもう耐えしのげなきゃいけないというようなね、はい、まあ、そういう試合になるかなっていうふうに想像したんだけどもさ、はい、結構ある種そういうような試合にはなったけどね、うん、はいはい、それで、まあ、今日のスタメン、はい、俺オリックスはそんな変えてこないと思ったんだけどさ、うん、ラベロを5番に入れて、モヤを昨日ホームラン打ってるから、まあ、6番に入れて、うん、紅林を一つ上げて伏見を入れて足立を下げたという、いや大幅にここら辺は変えてきたなっていうようなね、なんか細かく、そうだね、いやそれでね、前日勝ったらそんなに動かすもんじゃないんだけども、うん、中島監督って結構大胆に動かしてきたなと思ってね、うん、でやっぱり右と左の違いがあって、まあ、そういう風に変えてくるんだなという、一方ヤクルトの方は、まあ、変わらないんだよね。ただ西浦が9番打ってたのを一つ上げて、はい、昨日ライトで入ってた宮本が、はい、まあ、練習にも参加できなくてね、ちょっとやっぱムチ打ち系かな、ちょっと当たった箇所はちょっとわからないけども、ね、ちょっとムチ打ち系かな、代わりに坂口が入ったという、はい、ちょっと心配ですけど、まあ心配だけどね、先発が宮城と高橋という、はい、まあ、両サウスポーなんだけどね、うん、まあ、そこに、まあ、坂口を持ってきたという、はい、でこっちはモヤを持ってきたというね、はい、まあ、そういう布陣になりました。はい、一戦一戦、ね、みんな慎重にメンバーも、ね、まあいろいろ考えてるんだと思うよ。そうですよ ね、 ね、で結果日本シリーズ第2戦、はい、ね、2対0でまあ、ヤクルトが勝つと、うん、いうことなんだけども、また試合は終盤に動きましたね。そうそう、で先発ピッチャー、はい、宮城と高橋、はい、宮城立ち上がり最高、うん、もうね文句のつけようがない、でね全ての球で勝負ができるという、うん、まあ、球種も豊富だしね、はい、それも同じ球種の中で、まあ、チェンジアップだったらチェンジアップで、まあ、130後半ぐらいのチェンジアップを投げたり、うん、130キロ前半のチェンジアップを投げたりだとかさ、いろいろ投げ分けができるんだよね、うん、だから同じチェンジアップの中でも緩急をつけてるという、もう最高の出来なんだよね、うん、しかし四球がきっかけで先制点を取られる、まあ完璧だったんだ本当に、うん、で高橋、一方高橋立ち上がり苦しむ、なぜ苦しむか、変化球が特にカーブがストライクにならない、かろうじてなってたのがチェンジアップとちょっとスライダーでも、こういう大きなこうなんていうの、緩急を使いたいカーブが全く張らないから苦しむんだよ、うん、対照的な立ち上がりで、はい、もうめちゃくちゃ対照的だった、ね、はい、それで、まあ、我慢の投球が続くんだけども、うん、中村がやっぱそのカーブを入らなくても使うんだよね、うん、いつか入る、いつか入る、この球がなかったら苦しいということで、ずっと我慢してサインを出し続けて投げさすんだよ、はいはい、で最後にとうとう入るようになったけどね、はい、だけど高橋はよく今日は頑張ったと思うよ、はい、ね、で試合をちょっと追っていきたいと思うんだけども、はい、では振り返っていきましょう。1回から5回までこれも対照的だったのが、はい、これね、あのオリックスの0の横に1とか書いてあるんだけど、うん、青でこれがねヒットの数、はい、スコアの横に、そうそう、5回まで毎回ヒットなんだよ高橋はね、毎回安打打たれると、はい、で宮城はパーフェクト、一本も打たれなくて一人ランナーも出さないというね、はい、まあ対照的だったんだよね、はい、まあ、3回オリックスはこの1本のヒットで、うん、伏見に送りバントをさせる、はい、だからねもうこの時に中島監督は1点差勝負っていうのをもう決め込んでんだよね、はい、で、得点圏へランナーを進めるんだけども、うん、返せないということ。5回ヒットは打たれてたものの、うん、高橋も頑張ってたの、はい、ね、初めての四球でピンチを広げる、はい、だから2人のランナーを出しちゃったんだこの時に、はい、これオリックスがランナーを出したんですね。そうそう、ヒットを打たれて、はい、なおかつフォアボールを出した、うん、ね、それでピンチを広げることになった、うん、でも粘ったという。で6回、はい、6回は西浦がヒット初安打を打つ、はい、チーム初安打をね、ようやくのヒットが6回ですね。そうそう、うん、はい、で続けて坂口が
ヒットを打つんだけども、うん、ここも塩見が倒れたりだとかして、まあ、青木も倒れた。で、得点にならずと。はい、で、8回。さあ、来たよ。うん、で8回、四球をきっかけに、西浦が、やっぱり西浦がフォアボール取ってるだけに、うん、やっぱそこら辺の効力があるんだよね。はい、まあ、それで、フォアボールを取るんだよ。坂口にどうするかなと、遅らすかなと思って遅らさない。そのまま自由に打たせた。まあ、この時にヒット打ってるから。はい、で、1番の塩見が三遊間を打って、つないで、青木がしぶとく落とすんだ、センター前に、うん、はい、で先取点を取ったという。だからやっぱここら辺の相当詰まったんだよね、うん、これ逆に詰まって打ったんじゃないかなっていうような気がするんだよ、青木が。はい、じゃないと帰ってこれないんだよね、うん、いい当たりだと、うん、やっぱ前進してるし、うん、ある程度ね、はい、ちょっとレフトの方にセンターが振ってるんだけども、はい、それも考えてちょっと引っ張り気味にいってるんだよ、うん、だからそこも青木が考えてこれ落としたんじゃないかなっていうような、ベテランの技でしょうか。そうそう、ベテランの技なのかなっていうような、そんな感じがするんだよね。はい、で9回、ここはワンアウトから送りバントするんだよ。サンタナが出てフォアボールで、うん、ここもフォアボールなんだよ、はい、サンタナが出て、はい、一師から中村が、やっぱ中村が6番にいるって聞いてんだよ、何でもできるから。ポイントですよね。昨日さ、うん、先制タイムリーとか打ってたけど、今日は全くダメだったんだよね、うん、で、2、3振も食らってるしさ、で、ここでワンアウトからツーアウトになっても送ったんだよ、うん、で、オスナで、次に西浦がいるでしょ、はい、本当だったら外国人って怖いんだけども、西浦がヒット打ったりとかとか先制点のきっかけを作ってるから、はい、やっぱオスナと勝負いくんだよね、うん、追加点を取るという、はい、どうしても欲しかった1点なんでしょうね。そりゃそうだよ、昨日の今日だもん、はい、ほんでピッチャーを俺変えないのかなと思ってドキドキしてたの、はい、ね、で宮城と対照的な、はい、高橋じゃない、うん、それがね、こういうことが言えるんだよね、はい、宮城投手と高橋投手、宮城が赤、はい、高橋が青、はい、ね、で1から9のこれイニングね、イニングで、イニングね、で100で入ってるんだよね宮城は、はい、100% の力で入っていって、はい、5回以降、5回まではもう完全にパーフェクトで抑えて、はい、だけどその後、やっぱこうスタミナがこう切れてくるんだよね、うん、で8回にフォアボールを出し1点取られて降板をすると。はい、で一方高橋はもう30から40の間の中で入っていくんだよ。なんとかこらえて、なんとかこらえたよ、毎回ヒットだもん、うん、毎回ピンチだもん、はい、だけどここの5回を境に、うん、どん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 尻上がりに調子が上がっていくんだよ、ね、何かエンジンがかかる。だから6回以降はノーヒットだもん、はい、真逆の、真逆だったんだよ、はい、だから先発ピッチャーって面白いのは、はい、立ち上がりも素晴らしいですねっていう先発ピッチャーってもう落ちるしかないんだよね。まあ確かにそうですよね。そうそうそう、だけどこれ苦しいなーって、もう変えた方がいいんじゃないかって言うけども、だけどね、こっからね、尻上がりね、力が上がってくるピッチャーがいるわけよ。その尻上がりに上がってくるタイミングまでこらえるということがポイントですよね。だから高橋奎二はこらえたなー。そこで崩れてしまって変えられるような崩れ方をするとあれですが、そう、ここでなんとか持ちこたえ て、いや、なんとか持ちこたえて、昨日の今日でさ、やっぱマクガフも、清水も結構球数投げてるし、やっぱ使いにくいなと思ってたんだと思うんだよね、はい、それが高橋が完封してくれるんだもん、素晴らしいよ。でも他のピッチャーをね、使いたかったと思うんだよ、はい、この空気に慣らすために、はい、いやだけど一つ勝って帰らないとさね、これ連敗で帰ったらちょっと暗いしさ、はい、まあ一勝一敗で帰れるっていうのはすごい力になったよね、はい、やっぱこう高橋はこう成長したな、対照的な投球ね。ね、本当そうですね、はい、それで、うん、今日見たけども、まあこれはね、野球の常識から言うと、うん、今後も四球がポイントとなる。昨日でもそうだよね、紅林がいたジョーンズにフォアボール、それがきっかけになって同点で逆転になった、うん、やっぱフォアボールっていうのはこういう短期決戦で、ましてやピッチャーがいいと、でなかなか打てない、なかなかチャンスを作れない、そういった時にやっぱフォアボールっていうのはすごく貴重な
栄養素だわ、攻撃にとっては、ね、もらったチャンスをいかに生かすかというのと、そうそう、守ってる側は与えてしまったものをいかに守るかっていう、そうなんだよ。だからあの今後もね、やっぱフォアボールっていうのはね、非常に怖いポイントになってくる。やっぱ昨日今日全部って言っていいほど得点に なるんだもん。それも劇的なこう追加点とかさ、昨日は逆転につながったりだとかさ、はい、だからやっぱり両軍はフォアボールにやっぱり気をつけなきゃいけないなっていうふうに思うよね、はい、それとやっぱこう3回でオリックスが送りバントをしてるんだけども、はい、まあ、ヤクルトの場合はね、あのワンアウトから送りバントやってそれが点になってるんだけどさ、うん、早い回6回とかにもあったんだよね、坂口がバント して塩見に回すとか、うんうん、はい、もう少し増やした方がこのシリーズはいいかもわかんない。送りバントをやっぱピッチャーがいいわ、うん、だからなかなかねチャンスは広がっていかない。なるほど。だからワンアウト取られてもやっぱチャンスを広げるっていう方がやっぱ得策かもわかんないと思う。まあ統計的にフォアボールを送りバントするしない、そんな確率的には得点の確率ってのはそんなに変わらないんだけど、うん、でもこのシリーズはヤクルトオリックスはやっぱそういう機会を増やした方がいいかもわからないね。うん、まあ、それは先発ピッチャーだったり、うん、その時の投げているピッチャーにもよりますか。まあそれはもちろん、うん、それと日本シリーズ、はい、第3戦に向かっていく、うん、これ東京ドーム、はい、セリーグのヤクルトの持ちゲームになるよね、はい、DH が使えない。そうですね、吉田をどうするのか、守備に使わすのか、まあ使わすよね、あれだけのバッターをやっぱ下げられないもんね、うん、だから全然メンバーが変わってくるし、そうですね、まあここら辺がやっぱ第3戦からの見どころだよね。そうですね、うん、まあそうですね、指名打者とあとは球場が変わるということで、そうそうそう、まあ、そこに入るまでに1勝1敗でいくっていうことはまた、うん、こう拮抗した試合というか、まあそうだね、だからまあオリックスも、うん、ヤクルトも連勝を狙ってたと思うんだよ、はい、ピッチャーからすると、はい、やっぱり山本宮城だもん、うん、ね、うん、でこっちは奥側、あのヤクルトの方は奥側高橋でしょ、はい、だからお互い連勝を狙ってたと思うんだけど、うん、でも一勝一敗になった、はい、でもこれはやっぱ面白い、そうですね、まあゲーム展開になったなっていうね、なってきました。まあ次投げるピッチャーっていうのはどんどんプレッシャーはかかると思うけど、はい、参戦は誰が誰とぶつかるんでしょうか、ね、まあ楽しみです、ね、はい、まあ明日は一日ゆっくりして、うん、英気を養って、はい、また素晴らしい試合を見せてください。はい、頑張ってくださいね。はい。